KIT6 出場記念インタビュー、生田誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回ですね、生田さん、出場が決まりました。なんと塚田一の対戦相手。はい、塚田君よろしくお願いします。はい、今回ですね、塚田一太郎たっての希望で、やりたいということでオファーさせていただきました。塚田一太郎、ね、もう KIT2 から6までずっと出ててね、もう本当レギュラーメンバーみたいな感じになってて、で本当ね、普通の大会も出まくってるから、もうテーマの相手がね、なかなか見つからないということで、過去の、対戦成績とかをね、紐解いていった中に、出てきたのがこの生田誠。もう10年ぐらい前に、塚田君と試合をやって、その時塚田君はね、なんと微妙な負けをしたと。でそれがずっと引っかかってて、いつかやりたい、いつかやりたいということ で、はい、で生田さんもね、ちょっとあの病気とかもあって、試合からちょっと離れてたんですが、で今回どうかということでお願いしたら快諾していただきました。はい、もう即決で、はい、あのメッセージいただいて、すぐにあの、はい、受けさせていただきますというあの返事をさせていただきました。はい、ありがとうございます。もう塚田君との試合覚えてますか？はい、覚えてます。もう本当に僅差も僅差で、ね、確か沼津でやった大会だったんじゃないかなと思うんですけど、階級別であの金子一郎さんと試合して、で本当それもアドバンテージ差ぐらいでギリ勝って、で無差別にこう試合行ったんですけど、その時にサトシの対戦相手がたまたまミドルで出てこなくて、で急遽飛び入りで無差別で入ってきて、1回戦サトシと試合したんですよ。はい、でその時にもうあっという間に1本取られちゃったんですけど、そこでちょっと肋軟骨を痛めちゃったんですけど、あの塚田君と試合したことがなかったので、なんか頑張ってこう試合して、それも本当僅差ですね。ちょっとうろ覚えなんであれなんですけど、レフリー判定だったかアドバンテージぐらいの差でギリ勝って、でもちょっと肋軟骨がやばかったんで決勝も出ずに、でその後ちょっと病気が発覚してしまって、ぶっちゃけ言うと、もう本当に現役一番最後の試合が塚田君だったみたいな感じです。じゃあもう生田さんにとってもね、結構テーマのあるというか、はい、もう因縁、因縁というか、ちょっとね、なんかちょっと、因縁がある相手と言ってもいいかもしれないですね。そうなんですよ。でその後に、そのちょっとこう病気が回復しつつある時に、まあ試合は復帰できてなかった時だったんですけど、あのガロカロナバルあったじゃないですか。はいはいはい、はい、ガロカロナバルの会場で塚田くんと会って、でスパリングしたんですよ。でそこでもうスイープ合戦みたいになって、で30分ぐらいもう永遠に上になったり下になったりを繰り返して、であの時からずっと俺は負けてないの言い合いをし続けてるんですよ。塚田一太郎ね、あの しつこいんですよね。でやっぱああいう負けん気の強さがやっぱそういう出てますよね。出てます。でそうなんかね、すごく縁があって、で、まあ、以前ドゥマウ九州という大会ちょっといろいろこう協力させていただいた時に、なんか群馬からエイソンさんと一緒に車で乗ってきて、で一緒に瀬戸から車に乗って九州行って試合して帰ってきてっていう思い出もあって、本当にこう盟友というか、まあ戦友みたいな感じですかね。はい、なので今回試合決まった時に、もう声かけてくれた時に、正直言うと KIT のこうあの出た時に塚田くんの写真が出た時、あ、また塚田くん出るんだ、すごいなと思ってて、いやもうこすりすぎだっていう説もあるんですけど、はい、それでもう対戦相手僕だってこう決めてくれたのが、もうビシッとハートにこう突き刺さって、もう即決で、はい、いや本当ありがたいですよ。もう本当先ほど言いましたけど、塚田くんはもうみんなとやってるから、誰とやっても、まあ、また塚田一太郎またこのカードみたいになっちゃうんですけど、けど、はい、ねえ生田さん、ね、前回の広瀬君とも10年ぶりみたいな試合 で今回も10年ぶりぐらいの、はい、感覚だと思うので、非常にフレッシュな顔合わせで、今最近ね、呪術見た人からしたら、もうあ、こういう顔合わせかというふうになると思います。はい、はい、ね、もう最近は本当に試合もちょっと出なくなっちゃってね、コンバット呪術とかちょっとたまに出たりはしてたんですけど、なかなか呪術の場に出なかったので、また久しぶりにちょっと頑張って練習して、塚田君といい試合をしていきたいと思ってます。はい、はい、今回の、ね、ピュア柔術義を着た生田誠、いつぶりですかね、これは。いやー、いつぶりですかね、何年だろうな。あの SJJJF の全日本で、あのマスター2のフェザーと無差別を取って以来なんで、いや本当に 2,3 年ぶりとかそれぐらいですかね。で、はい、もう結構もうそれも久しぶりで、まあで塚田君といえばね、やっぱりこの間のね、あのカルペディウム披露であって、マンテクでも、披露してましたから、やっぱパスガードですよ。すごいっす。で生田さんといえばやっぱガードですよ。はい、もうこのガードの生田、パスの塚田っていうね、
この2人の持ち味がっぷりと、はい、もうぶつかるような試合になると思います。それについてはどうですか。はい、もう本当に昔から練習時でも試合の時でもがっつり噛み合うスタイルだったので、本当に僕もすごく楽しいし、まあ、塚田君も真っ向勝負してくれるので、本当に多分面白い試合になると思います。はい、なんかね、あの塚田君はもう練習も続けて試合も出続けてるから、ちょっと僕はちょっと実戦離れてなんか不甲斐ない試合にならないように、それだけ気をつけてしっかり練習して、試合に臨みたいと思います。はい、はい、もうこの注目の一戦ですね、塚田一郎と生田誠が見られる KIT62023 年の3月5日日曜日13時試合開始予定です。こちらの方もね、もう、配信の方でご覧いただけます。前売り3000円、当日3500円です。で、購入の際にはね、まだ、購入ページオープンしてないんですけども、その時には生田誠頑張れと、はい、生田誠負けるなというようなメッセージを添えて送っていただければ、購入していただければ、その売上の一部が選手の方に還元されるシステムになっておりますので、もう非常にね、 KIT の方もね、ファイトマネーの方はもうちょっとリーズナブルになっておりますので、そちらの方でね、歓迎できればいいなと思っておりますので、あとは生田さんのね、この、晴れの舞台に一口乗りたいっていう方いたら、ぜひともスポンサーね、パッチスポンサーみたいなのもね、ぜひやってもらえればと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。 KIT6 塚田一太郎対生田誠、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。